見たり聞いたり触ったりして体感できる、錯覚の展示をいろいろとご用意しております。実際は動いていないけど動いて見えたり、丸いものが四角く見えたり、四角いものが丸く見える、色がついてないのについて見えるですとか、そういった錯視を利用したものが多いです。そうですね、物が変わる予定もありますし、あとは増える予定もあります。ちょっとですね、まだ準備が追いついていなかったものがあるので、一部、はい、後から出すものもございます。そうですね、今年度始まって4月から制作を開始しまして、なので、約8ヶ月ですかね、はい、かけて作っております。壁の解体も大変だったんですけど、一番は壁を貼る作業ですかね、剥がした後ベニヤを貼って上から、のり付け、石膏ボードをこう止めて上から壁紙をのり付けするっていう作業を、ここ一面スタッフ勢総出でやったんですけども、だいたい2ヶ月近くかかって、そうですね、もちろん科学館結構小さなお子様が多くて、子どもの方にも体験してほしいんですけれども、一緒にですね、大人の方もぜひ見ていただいて、大人と子どもでやっぱり見え方の違うものが結構ありますので、そうですね、子どもよりも大人の方がちょっと騙されやすいっていうものもいくつかあるので、はい、そういったところを比べてみていただけると楽しいと思います。常設展示室入っていただいて、コーナー的には北国コーナーの一番奥にある展示になります。はい、まずですね、こちら錯覚いろいろコーナー入っていただきます。どうぞ。展示室の中ですね、このような形になっていて、壁側が主に、見る錯覚ですね。で、ここ中央に置いてあるものが見る錯覚もあるんですけれども、実際に手に取って触っていただけ、体験していただけるような錯覚のものもございまして、最後こちらですね、聞いて体験する錯覚、錯聴になります。こんな感じで約40点の展示が並べております。では早速いくつかご紹介します。まずこちらですね、タイトル赤い地球となっているんですけれども、カメラ少し動いていただいてもいいですかね。左右に動くとどうでしょう。背景と手前の丸が動いているような錯覚、見えませんかね。次にですね、こちら同心円の皆様っていう展示なんですけれども、見た感じどうでしょう。このつながっているもの、どんな形に見えますか。四角、ちょっと長方形、角の丸い四角、いろんな見え方があると思うんですけど、実はですね、これを当てていただくと全部綺麗な丸なんです。不思議ですよね。次にじゃあどれをご紹介しようかな。じゃあ触りながら見て体験できる展示ということで、一つ赤血球と赤い帽子ベベルっていうことで書いてあるんですけど、皆さんこれどちらへこんでいて、どちらが出っ張っているように見えますか。おそらくですね、皆さんこっち側が出っ張ってて、こっち側がへこんでるように見えると思うんですけれども、いきます。どうでしょう、見え方変わりましたか。
同じもののはずなのに今度こっちが出っ張っていてこっちがへこんでいるように見えませんかね。不思議ですね。はい、じゃあ次、どうしようかな。じゃあ一つ色の錯覚をご紹介します。こちらの絵、上のお月様と同じ色をしているものが下にあるんですけれども、どれでしょうね。結構皆様真ん中って言われると思うんですけども、答えは来てもらえますか。科学館で実際に来て体験してみてください。はい、じゃあ最後にもう一つだけ、はい、触って体験できる展示から一つ、こちらですね、ザンダー錯視って書いてあるんですけれども、青と赤の四角形の対角線、どちらが長くてどちらが短いか皆さん分かりますか。実はですね、これ測るための棒があるんですけれども、例えばよいしょ、青い四角の対角線こんな感じですね、赤い四角の対角線の方が長いと思った人いませんか。実はですね、同じ長さなんです。はい、こういったですね、見て聞いて触れる不思議な錯覚たくさんご用意してますので、皆さんぜひ旭川市科学館に来て体験してみてください。皆さんぜひ実際に旭川市科学館に足を運んで見て聞いて触って体験してみてください。旭川市出身のミュージシャン、ヤングダイツさんへ、旭川観光大使委嘱状交付式が12月1日に行われました。ヤングダイツさんは6人編成のラップグループの一員で、ソロとして2枚のフルアルバムをリリースするなど、ミュージシャンとして精力的に楽曲制作を行う傍ら、数々の映画や舞台にも出演し、マルチな才能を発揮しています。観光大使には今年1月に委嘱されていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により交付式が延期となっていました。この日は推薦人の上村市議とともに交付式に出席し、今津市長から委嘱状と観光大使としての名刺を受け取りました。委嘱状、ヤング大使様、旭川観光大使に委嘱させていただきます。期間は令和5年3月31日までとなっております。令和3年12月1日旭川市長、今津俊介、よろしくお願いいたします。懇談では俳優としてこれまで出演した作品の話のほか、今津市長にミュージックビデオ出演の打診をしていました。
先ほどちょっとちらっと喋ったんですけど、デビューした作品が東京ドライブっていう漫画がありまして、実写版の映画、ちょっとやっぱりアウトロー的なやつ、そうですね、はい、あ、お似合いに、ね、なりますよね。人前に出る仕事をたくさんさせてもらえるようになったんで、何かこう、あの、僕なりに何かこう、また旭川市と関わり合いを持たせてもらって、ありがとうございます、何かできたらなっていう思いをすごく強く持ってたんで、なんか、ね、PV なんかもぜひ旭川で撮っていただいたりして、それを発信していただくだけで、またね、ファンの方とかも興味を持ってもらえると思いますね。はい、今日という日を設定していただいて、はい、お招きいただいて、この後早速、レコーディングスタジオに入って、北海道旭川の歌を作ろうという、もう段取りになっております。登場させてください、ね、今のは押さえ去ってますか、と登場していただけるということで、ミュージックビデオもぜひ頑張りたいなと思います。なんか若者が、若者らしく感じられるような状況とか場所だったり提供できるように、いろいろなんか頑張っていきたいな。今津市長とお会いできて、晴れてなんか気持ち的にも、あ、観光大使になれたんだなっていう気持ちでいるんで、まあ、すがすがしいのと、あとはまあちょっとなった以上、何かちゃんとしっかりした形で旭川に関わっていきたいなっていう気持ち、今日強く増したなっていう感じです。旭川の町のいろんな素敵な場所はあると思うんで、そういう部分が、映画の作品とかに使われる土地の題材になってたりとかっていう部分でも、何か僕ができることは頑張りたいなと思いますし、昨今状況はまだまだ厳しい状況続いている、生活の面でも経済的にもだと思いますけども、一日も早くね、昔みたいなとは言いませんが、活気ある旭川の街になれるように、私も頑張って精進したいなというふうに思ってますので、またみんなで手を取り合って頑張っていきましょう。感染症の状況にはよるものの、ヤングダイスさんは来年旭川での凱旋ライブを行いたいと意気込んでいました。